皆さんこんにちは、風浩司です。昭和48年4月17日に始まったタムタムタイム、僕は昭和53年6月3日でさよならをしたんですけれども、その5年間自作自演コーナーに送られた作品は3000曲を超えました。このタムタムレコードはその中から特にリクエストの多かった曲、人気のあった曲を収録しました。まずこの曲から聴いてください。ハックルベリーフィン、流れ星。するとどうでしょう、星様が流れ
れたのです。白い尾っぽを引きずりながら、するとどうでしょう、お星様が流れたのです。白い尾っぽを引きずりながら、